こんにちは、サドチンです。今回もですね、秋葉原にある魂ネーションズ東京さんにやってまいりました。はい、現在ですね、 2F1 鬼滅の刃特集展示ということでやってまいりました。ビーチ地下ですね、ロボット集合展示ということで、今回はこちらを取材していきたいと思います。それでは早速入っていきましょう。 1F に来ました。上を見るとですね、魂ネーションズオンライン2021って書いてあるんですけれども、まあ11月19日から21日、まあ、見れるみたいですね、スマホやパソコンで。すごい、気になった方はぜひ。一押しのやつですね。まあ、鬼滅の刃で見るならば、炭治郎水の呼吸スペシャルカラーエディションということで、若干メタリックになってますね、炭治郎の服である。このエフェクトもキラキラしてます。水の呼吸で、あとは隣に行くと仮面ライダーゼロワンであったり、こちらはウルトラマン Z、 アルファ H、 そしてマジンガー Z。 上に行くと10周年アニバーサリートランザムライザーということで、ガンダム00ですね。超かっこいい、超かっこいい、27,500円、素晴らしい、いいお値段ってな感じなので、 2F の鬼滅の刃展示コーナーに行ってみましょう。 2F に来ました。見てください、情報では出てたとは思うんですけども、初公開です。赤座ミニフィギュア、フィギュアーツミニの赤座となっています。2021年10月にね、インストアということで2970円。いや、これ欲しいですね。すげえ、この地面どうなってんだろう。左側が煉獄杏寿郎、炎の呼吸ということで、映画再現してるのかな、もしかしたら。これが2022年1月ですね、2970円。バーニングファイヤーレッドバージョン、これが多分エフェクトっすね。2420円、2015年に発売されたものと。なるほどね。プロプリカコーナーはこれに、今のところ煉獄さんと炭治郎のやつはもう購入済みです。で、次回は善逸ということで、2021年12月に発売されます。これもね、買おうと思ってます。13,200円です。で、1回でね見せた、やはりさっきのはキラキラしてますね、炭治郎で。新しいのといえば、いろいろ発売されたんですけれども、今年ね、新しいのはこちらですね、かまど炭治郎全集中、ネットショップ家電量販店など店頭にてご購入いただけます。10月発売ですね、7480円。全集中炭治郎、でもこっちもですね、血鬼術禰豆子、これも今年の11月にインストアですね、7480円、かっこよし。あとはもう発売されてますかね。はい、こっちのコーナー行きました。これちょっと無限列車、映画無限列車をモチーフしているのかな。すげえ、炭治郎と、猪之助で、こっちから見てください。ちゃんと列車に無限って書いてある。これ売り物じゃないですけど、すごいこだわって作られてますね。すげえ。猪之助が去年発売されたやつですね。で、炭治郎が今年の夏に発売されたフィギュアーツミニです。で、新しいのは、炭治郎水の呼吸、あの真ん中になっています。2022年2月ですね。で、右側のツーリカナオ、2021年11月です。もう少しで発売で、右側行きます。これも新しいです。小さな禰豆子、これも今年の11月にインストアということで買おうかなと思ってます。で、その右側、煉獄千寿郎、杏寿郎の、まあ、弟ですね。これは来年の1月に発売されるということですね。で、下段に行くと、これはもう全部発売されたかな、
フィギュアツミニの柱たちですね。まあ、アニメ遊郭編が始まるということで、今からでもね、在庫は多分多くね、今の段階だったらあると思うので、気になった方はね、買ってみてはいかがでしょうか。一時かなり品薄になってました。そういうフィギュアーツミニです。また遊郭編始まったらね、人気が出るのかなって個人的には思っています。はい、逆側に来ました。こちらはロボット系ですね。ちょっと気になるものを見ていきましょう。プロプリカ、日輪刀ではなくプロプリカ、クライシスムーンコンパクト、来年の1月8800円です。で、フィギュアツミニのツイステですね。ツイステも結構出るんだ。2、4、6、7、7種類、てな感じですね。で、未だ大人気ドラゴンボールシリーズ、人造人間17号と18号の SH フィギュアーツが出ると。かっこいいね。18号手出せなさそうだね。気になるわ、あそこら辺が。で、クリリンが来年、地球人最強の男。確かに確かに、ヤムチャとどっちが強いんだろうね。やっぱクリリンかな。すごいよね、地球人で。で、ストライクガンダム、これはあれかな、特別抽選販売、エールストライカー、2022年2月。はい、続いては B1F 行ってみましょう。ロボット大集合展示中。まあ現在ですね、まあ順次まだいくつかプラスアルファされるらしいですけれども、行ってみましょうか。はい、 B1F に来ました。まあ、僕がねめっちゃ詳しいっていうのはエヴァンゲリオンぐらいなんですけれども、見ていきましょう。エヴァンゲリオン見ましたでしょうか。いやー、また見たいですね。もうやってないですけど、エヴァンゲリオン回8号機とエヴァンゲリオン新2号機ですね。すげえ高クオリティ。2021年8月に発売されたやつとですね、2022年、来年だ。で、こちらがエヴァ13号機と初号機ですね。2021年12月オンセール9900円、13号機で、エヴァンゲリオン初号機カシウスの槍、2021年11月オンじゃねインストアということで7150円でございます。てな感じでエヴァンゲリオン劇場版コーナーでございました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。魂ネーションズ東京さんのざっくりとした鬼滅の刃であったりロボットの紹介でした。ロボット系のね、詳しさはね、ちょっとレオンさんもおそらく動画出してると思うので、レオンチャンネルさんを要チェックです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ここまで見てくれた方はね、ぜひ高評価グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。